こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。リジュードパール前に行きそうです。ファイブアシャイン、それに続いています。さらにはオフサイドトラップ、12番バーリー、その後ろチェロキーローズ、後方から先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭からプラウドリーフ先手を取りました。2番手に10番オフサイドトラップ、その外からオペラスポート、その後ろにバーリー、その隣にリジュードパール、その横にファイブアシャイン、サイエダティ、この馬もこのグループ、内からはファイティングエルフ、アロマスクワート、そのうちに続いています。オフサイドトラップ早くも先頭、2番手はプラウドリーフ。さあオフサイドトラップこのまま逃げ切れるかどうか。オフサイドトラップ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はオペラスポート、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりオフサイドトラップ先頭だ。オフサイドトラップ頑張る。オフサイドトラップ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 オフサイドトラップ先頭だ。残り 100m 必死に追う。オフサイドトラップ、2番手はリジュードパール、先頭はオフサイドトラップ、1着でゴール。オフサイドトラップ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジャンボマーシャル、これはいいスタートを切りました。キャロットマウンテン、この馬も好スタートを切りました。ウィンドバーン前に行きそうです。ミリオンベッド、それに続いています。さらにはキャロットマウンテン、13番エイティメーカー、その後ろでは前の方から先手を取ったのはミリオンベッド、その外にウィンドバーン、その外からエイティメーカー、その隣にメテオファイト、その横にラケットエクスプレス、内からはローズダスト、その隣にビショップチェスト、シアマゾン、後ろからになりました。赤の帽子オンリーロワイヤル、その後ろすぐ隣にカーリング、トロットサンシャイン、そのうちに続いています。最後方にビショップワイン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはカリスマニンファ、さらにはキャロットマウンテン、並んで9番ウィンドバーン、ミリオンベッド、すぐ後ろその隣にジャンボマーシャル、これに続いてエイティメーカー、すぐ後ろにビショップチェスト、その外からラケットエクスプレス、すぐ後ろにビショップワイン、シアマゾン、後ろからになりました。その外にメテオファイト、カリスマハイツ、そのうちに続いています。この辺りで先頭が変わりました。キャロットマウンテン、ここで先頭が入れ替わりました。ミリオンベッド、キャロットマウンテン2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミリオンベッド先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はウィンドバーン、懸命に追いすがります。ミリオンベッド先頭、シアマゾン先頭、あと 200m、 シアマゾン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はミリオンベッド、シアマゾン独走、シアマゾンぶっちぎりです。シアマゾン1着、2着はミリオンベッド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフラッシュリング。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラッシュリング花に立ちます。その後ろからはチェリーパーティー、この馬も上がっていく構えです。さらにはダブルトリガー、14番カメリアドリーマー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。ダブルトリガー先手を取りました。1番前のトップガン、2番手を追走、赤の帽子チェリーパーティー、その後ろ。その外からセンターグルーム、内からはティーストリーム、青の帽子ダブルクライシス、その後ろ。すぐ隣にカメリアドリーマー、サンライズチャイナ、そのうちに続いています。青の帽子宇治山ソロン、その後ろ。ベストウィンズすぐ後ろ、並んで3番オートパーク、ストロングキャッスル、この馬もこのグループ。その外にモンローツイスト、マーブルフェア、そのうちに続いています。最後方にランプレジャー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、6番チェリーパーティー、一気に先頭に立ちました。1番前のトップガン、2番手を追走しています。間が空いてフラッシュリング、オレンジの帽子ダブルトリガー、その後ろ。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から前のトップガン、先手を取りました。すぐ後ろにチェリーパーティー、さらにはティーストリーム、その後ろにサンライズチャイナ、さらにはランプレジャー、これに続くのがフラッシュリング、その外からセンターグルーム、その隣にストロングキャッスル、その横にダブルトリガー、青の帽子ダブルクライシス、その後ろ。すぐ隣にベストウィンズ、その横に宇治山ソロン、その外からモンローツイスト、その後ろにマーブルフェア。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前は前のトップガン、ここで先頭が入れ替わりました。ランプレジャー、前のトップガン2番手に控えました。前のトップガン、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最後の追い比べ、先頭は前のトップガン、前のトップガン先頭、残り 200m、 前のトップガン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はチェリーパーティー、やはり強い。前のトップガン、前のトップガン1着、前のトップガン1着、2着にはどうやらベストウィンズ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。カワチシュール抜けた。このまま決まるのか。2番手はアドマイヤ菩薩、カワチシュール今ゴールイン。段違いの強さです。カワチシュール1着、2着はアドマイヤ菩薩、これは桁外れの強さだ。カワチシュール、
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったジェニー、あと 200m、 カワチシェル伸びてきた。残り 100m、 カワチシェル先頭。2番手はメジロシューズ、カワチシェル1着、カワチシェル1着。2着にはどうやらメジロシューズ、カワチシェル、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はウィルビーコスモス、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は桜キャンドル、あと 200m、 ウィルビーコスモス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。桜キャンドル抜けた。ワンダーパフューム伸びない。桜キャンドル1着、桜キャンドル1着。2着にはどうやらサンシャインケリー、桜キャンドル見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。